4番須賀田和道選手です。さあ日曜戦では山賀選手と踏み合ってまくり決まりました。人気に応えていましたが感触どうですか？そうですね、初日不甲斐ないレースだったんで、日曜戦からしっかり気持ちを入れ直して、仕掛けた結果しっかり1着取れたんでよかったです。準決勝戦では山崎選手と1着2着も決めました。調子良さそうですね。イレギュラーな展開でしたけど、しっかり対応できてワンツーできてよかったと思います。決勝メンバーをご覧になってはいかがですか？しっかり自分のレースするだけなんで、特に相手が誰であろうと自分のレースをするだけだと思ってます。このメンバーでどんなことを意識して戦いますか？もちろんラインの優勝を出すということと、しっかり自分の力を出し切るということだけ考えてレースに挑みたいと思います。後ろに頼もしい先輩たちがつくっていうのも気合が入りますね。そうですね、いつも迷惑ばっかりかけているので、しっかりここで、自分を含めていいレースをして結果出したいと思います。長い距離を踏むレースも考えの中にありますか？それはやっぱり流れの中なんですけど、しっかりそういうトレーニングもしてますし、自信を持って仕掛けていきたいと思います。では改めて力強く意気込みをお願いします。ライン3社、必ず優勝者出したいと思います。応援お願いします。